はい、どうも皆さんこんにちは。動画の中で喋るのはかなり久しぶりな感じがしますが、いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、なんで喋ってるのかっていうと、宣伝をしたいなと思います。宣伝って言っても大したことじゃないんですけど、この度ですね、この JR シリーズ209のアカウントの公式というほどでもないですけど、ツイッターアカウントを開設いたしました。イエーイ。というわけで皆さんフォローしてください。プライベートの方っていうかですね、こう普段自分用としてこう、ツイッターはずっと、よく使ってはいるんですけど、よくよく考えたら、この YouTube アカウントの、ツイッターアカウントないなと思いまして、ちょこちょこっとした、こう、情報配信とか、あと、軽いアンケートですとか、あとは、こう、いろいろ、動画の中では話せないようなこととかっていうのを、Twitter の方でつぶやいていけたらなというふうに思いまして、で、長い間ね、このチャンネルをご覧いただいている皆さんなら、わかると思うんですが、とても動画の更新が不定期です。めちゃめちゃ上げる時もあれば、全然上げない時もあって、別に、怠けてるわけじゃなくてですね、動画撮る時間がなかったりとかっていうのが、あったりするので、そのような、期間においても、Twitter の方であれば、ね、ちょっとツイートするぐらいだったらね、できると思うんで、こいつ動画出してないけど、生きてるんだなっていうふうに、Twitter 見て、思っていただければなと、思います。ので、ぜひ、ツイッターのアカウントフォローお願いします。ツイッターやってない方はね、別にツイッター見てないからといって損することも特にないと思うので、わざわざ新しくじゃあツイッター入れて、アカウント作ってとかってやる必要はないと思うんですけど、やってる方はね、ツイッター、せっかくなんでフォローするだけならタダなので、フォローしていただけたら、いただければなと思います。で、この動画の内容としては以上になるんですが、これだけだと、面白くないと言いますか、ちょっと物足りない部分もあるかなっていうふうに思いましたので、今画面に映っております、このハッピーセットのトミカ、随分前に上がっちゃうんですけど、ハッピーセットのトミカで GR スープラを引けたので、それを開封していこうかなと思います。で、これ、ハッピーセット自分2つ買ったんですけど、2つ買って、この、ゴールド仕様と、この、通常仕様、ミライトモデルっていう、結構ね、ミラクル起きたんですけど、結局、これもね、動画を撮らずじまいで終わっちゃったので、この機にね、開けていこうかなと思います。これ単独で動画出すのもね、また何とも言えない感じになっちゃうので、ついでにこの機会に開けちゃいたいと思います。ということで、このゴールドの方からね、開けていっちゃいましょうかね。箱はこんな感じですよ。皆さんね、他の方々がみんな YouTube にアップしてると思うので、特に、目新しいことはないと思います。はい、中身こんな感じですね。かなり、サイズ的には、でかいですね。ちょっと待ってくださいね。はい、今、すぐに手元で準備できるトミカがこのランエボしかなくて、ちょっと、本当はね、通常トミカのスープラ持ってくればよかったんですけど、ごめんなさい、ちょっと今手元になくて。で、サイズ感だけね、軽く見てもらいたいんですけど、かなり、でかいですね。でかいです。大きさ的には。一回り、二回りぐらい。スケール的に言ったら大体、サイズで言ったら40分の1ぐらいになるんですかね。かなり大きめです。アクションとかはないんですけど、このゴールド感が、いいですね。特別感があって。このハッピーセットのおもちゃにしては、結構、ちゃんとできてますよね、これ。はい。で、ノーマルがですね、よいしょ。
こんな感じですね。赤色ですね。通常トミカと同じ色になってますね。で、このステッカーが付属しているんですが、ちょっと動画内で貼るのは、時間もかかってしまうので、今回、スキップしちゃいますね。はい。ヘッドライトがですね、これ地味にクリアパーツになってるんですよね。なかなか凝ってますね。はい。まあ、ざっとで。はい。で、上こんな感じで、まあ、裏側こんな感じで。なってますね。はい。このスイッチ何なんですかね。自分実は全然把握してなくて、ちょっと調べますね。あ、なるほど。そういうことなんですね。なんか、サンルーフみたいなのついてんなと思ったら、このスイッチ入れるとライトがつくんですね。ここを押すと。これすごいですね。ちょっとハザードランプっぽく。こんな感じですかね。はい。これいいですね。こっちには、特にそんなようなギミックはないですね。こっちステッカーもついてないのかな？あ、こっちもついてました。失礼いたしました。よいしょ。こんな、チラシっていうか広告も入ってますけど。はい、ゴールドスープラはゴールドスープラで、それ専用のステッカーが入ってますね。まあ、これ貼り付けて遊んでくださいっていう、ことなんですかね。よいしょ。開け閉めるか。はい。てな具合でですね、今回は、ツイッターアカウント作ったよっていう宣伝と、あとは、ハッピーセットのスープラ開けてみたよっていう動画でした。もしよければ、高評価とチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。